冷たいビートスープ、煮込んだキャベツ、カツレツ、ガーキン、ケフィア、クワスのランチラトビア料理はラトビアの料理でラトビア人の食文化、食生活の中心をなす。国内やバルト海で取れる食材、周辺地域といった様々な地理的及び歴史的状況の影響で形成される。ラトビア料理は主に地元の農産物で作る。ラトビアは バルト海の東岸に位置し、料理の大部分は魚料理である。また、数多くの国、特にドイツの影響を多く受けている。一般的に使う食材である魚、大麦、ジャガイモ、小麦、大麦、キャベツ、玉ねぎ、卵、豚肉などは、ラトビア産である。ラトビアの国民的料理は、脂身が多く風味があり、通常は香辛料を使用しない。 典型的なラトビア料理は、ベーコン入りハイイロ豆である。ラトビアの伝統的な夏の厨房スレートン、ラトビア野外民族博物館。ガーリブス・マーコリスは、1798年から1799年の著作、ダイ・ボール・チェイト・リブランズ第2章、ラトビア人の生活で、12世紀のビドゼメ居住者の食事を書いた、彼らはクマ、オオカミ、キツネ、タカ、 鹿やウサギなど狩猟できるものは何でも食べた。木の容器に熱した鉄を入れ、肉料理を作った。これは、多くの場所で行われた。魚は、白樺の樹皮で作った容器で、調理する。これは煮汁により燃えることはない。この調理法により肉は柔らかく良い味になる。鉄で調理した時には得られず、陶器が必要である。引いた食品の代わりに塩を、 近所から購入したと言われている。特にヘンプ、すなわち殻付きの朝を砕いた身、及びヘンプミルクという二つの料理が好まれている。初期の彼らの飲み物は、馬の乳または血であった。当初、彼らは、タタールのように馬乳酒を作った。後に、二十世紀になって、彼らは、国的な飲み物であり、祝祭で味わい楽しむ、白樺とメープルの樹液を取ることを学んだ。 4月末に樹木に穴を開けて切り込みから樹液を容器に流し集めた。ビールは鉄と同様にドイツから学んだ。タキトゥスは彼らがワインのように穀物から作った酒を飲んでいたと述べている。一方、街では昔から蜂蜜酒を飲んでいた。ドイツの作家ローズンズ・レン・ティリスにより、クルゼメでジャガイモ栽培を始める前の17世紀のラトビア料理が記述された。 農民のほとんどは、蕎麦の実を砕いた、ポリッチ、および大麦のポリッチを食べて暮らす。ポリッチは、牛乳で煮てほぼ硬く、木の容器で配膳した。彼らはまた目や様々な根菜を食べる。農作民の通常の飲み物は、通常の水でなく、塩水については不明であるが、少なくとも私の判断では、湧き水よりも質が悪い。彼らは、 サウナの中の棚の下に容器を固定しており、何かわからない液体が入っていて、棚にはリネンの布がある。蜂蜜酒はクルゼメの普段の飲み物である。二通りの製法で作る。一つはスペインのワインに劣らなく良い透明性があり、甘く弱せる飲み物である。二番目の色はビールと類似している。19世紀後半から20世紀初めにかけて農民の経済及び、 教育水準の向上に伴い、農業は徐々に近代化し、先端技術を取り入れていった。17世紀のクルゼメによる植民地支配から貴重な植物として渡ってきたジャガイモ栽培は急増した。バター製造は桶から核乳器に変わり、木製のスプーンと皿はエナメル加工、またはアエンメッキした食器に置き換わった。伝統的な料理から、 翻訳された料理本を使うようになった。最初に、ラトビアで出版された料理本は、ルベネ教区教訳者でドイツ語翻訳者のクリストフス、ハーダースにより翻訳された334ページの、タピアマパワルグラマタノーアハゼスグラマタムパーショルコッタで、1795年に、ルベネで出版された。この本は、荘園の料理人向けで、その多くはドイツ語を話せない。 ラトビアの農民であった。一年後の1796年に、ジェイカイステファン・ハガナ印刷書で、452ページの最初の独自のラトビア語料理本、パワル・グラマタ、ミュース・ゼス・パウェリム・パール・マハザブー・イサーダ・スクング・エディネス、ガーディ・ワ・ライト・ウン・サテイジットが出版された。これは、レスタイン教区協約者のフリドレス・ヘイジ・ミアーズ、アーバンスがはじめ、彼の死後、エルガバ教区協約者で、 文学者の名所スストーブが完成した。20世紀初めまでラトビア人とリーブ人の主な職業は農耕と漁業であり、従って食材のほとんどは農地から得られた。食事の基本はラップジメイズと様々な料理穀物、豆、根菜及び野菜、牛乳と蜂蜜、加えて肉、または脂肪であった。キノコとベリーは森からの恵みであった。 沿岸では、魚が食事の重要な位置にあった。ニシン、スプラット、タラ、マナガツオ、ヒラメなどの魚を取る。ニシンは通常玉ねぎを加えて、ミルク煮に,にした。串を刺して、炭で調理することもあった。下処理し、塩漬けして、干物にする。ヒラメは主に燻製される。食事では、ニシンが特に重要であり、市場でたるかいした。 年間に2から3たるのニシンを消費した。秋には牛、豚、子牛、子羊などを土地区する。肉は冬にも消費され、夏の作業から草刈り用にはほとんど残らない。冬には家に、ジャガイモ、穀粉、ひきわり穀物、肉があり、農民は、最良の時を過ごした。牛は9月、または10月に出産するまで搾乳できないため、牛乳の代わりに偏ミル力を使った。 夏の食卓には、貯蔵食品木製容器入りのバターおよび、バイズピオンズが準備される。夏には、牛乳で作る料理、ミルクスープと、ひきわり穀物、ジャガイモおよび、ダンプリング、エンドウ豆の煮込みがある時になる。軽食で、ヘンプチーズ、サワーミルク、バターミルク、またはバターを食べる。カード、卵およびクリームを調理して、チーズを作る。スライスした。 ラップジメイズ・ジョン・シーアーズ肉料理の多くは豚の肉、血、モツで作った。家畜と手に入る穀物、根菜で様々なソーセージが調理された。スクローオンドレアシー・サウテーチ・コポースティスグリノムースと牛乳バルサムと呼ばれるヨーロッパの酒のうちラトビア産は黒バルサムとして知られる。首都リガにあるラトビアバルサムズ社ではヨモギアショウガ、オークジュヒ、 オレンジの花碑など24種類の素材を混ぜた原種を、キダルで1ヶ月寝かせ、さらに蜂蜜やキャラメルなどを2週間かけて浸透させる。ロシア帝国地下、エカチェリーナ2世のリガ訪問で胃の調子回復ため、調合されたのが始まりとされる。薬草の比率などの製法は、毒素先で失われかけたが、生き延びた関係者が知識を持ち寄って復元した。 欧州連合の食品品質制度には、現在6つの伝統的ラトビア料理及び、ラトビア産食品が含まれる、サリノタルドズラップジメイズ、スクローンドレイシス、カーナカバスネギー、ラットビアスリーリーペラキーザーニー、ジョンシーアーズ、ラカバスボールテイススビスッツ。欧州連合制度に含まれた、最初のラトビア産食品はスクローンドレイシスであり、食品品質認証。 伝統的特産品保護への適用が2011年12月13日にクルゼメキソジッチザレイノバズにより欧州委員会に申請された。2013年10月11日欧州委員会は申請を実施規則の978-2013により承認し欧州連合の伝統的特産品保護による高品質製品と認識された。 2012年10月11日に、砂糖を加えたラップジメイズ、サリノタルドズラップジメイズマイナスが同様に、伝統的特産品保護認証の適用が申請され、実施規則ナンバーワンに、2014によりこれもまた、欧州委員会に承認された。3番目の EU 認証で、最初の地理的表示保護は、カーナカバスネギーで、2013年9月11日に、 欧州委員会に申請されたが、承認は2015年2月13日の実施規則の269-2015となった。ありがとうございます。